こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボ映画です。さあ11月30日は、京都にて動画撮影です。今回ご依頼いただいたクライアント様から江川もそこの動画に参加するというところで、この数日間ずっとシナリオを考えておりました。先ほども10時からですね、やってたんですけど、いや本当ね、ズームっていいですね。打ち合わせにはとってもいいです。何が良かったか、これは何かと言いますと、シナリオの訂正でした。あのまま言ってたらちょっと恐ろしかったですね。趣旨、まあ言ってみれば誰に伝えるかっていうところが、意思疎通がちょっとできてなかったところが今日発見できましたので、先ほど軌道修正しました。はい、まだまだちょっとシナリオ作り今からやっていきたいと思います。終わります。レッツ動画。